アレキサンダー・ラモン・ラミレス・カプリエレスは、ベネズエラ出身の元プロ野球選手。2016年シーズンから2020年シーズンまで横浜 DNA ベイスターズ監督も務め、就任時点で外国籍を有する監督としては、NPB 史上9人目で、NPB 史上初の米国籍以外の監督であった。2019年に日本に帰化した。ヤクルト時代は、 入団1年目の2001年にチームのリーグ優勝日本一に貢献以降も主力選手として活躍し2003年には本類打王打点王最多安打のタイトルを獲得2007年には外国人選手右打者としては史上初のシーズン200本安打を達成し2度目の最多安打を獲得した巨人時代は主力として2008年に打点王2009年に 首位打者を獲得するとともに2年連続で MVP を受賞し、2度のリーグ優勝、日本一に大きく貢献した。DNA 時代は2013年に日本通算2000アンダーを達成し、外国人選手では史上初の迷宮会への入会を果たした。8年連続100打点超えの記録を持つ。実家はベネズエラの首都カラカス近郊のピニャンゴデジャレという小さな町にある。 人口は約200人で、そのうち4分の3ほどがラミレスの一族だという。5歳で兄の影響を受け野球を始め、8歳で地元リトルリーグの監督にスカウトされ、チームに所属。15歳になると本格的に野球選手を目指すため学校を退学。当時は主に投手を務めていた。18歳で、 ベネズエラの国内選手権に出場した際に外野手として試合に出ていたところをクリーブランドインディアンズのスカウトの目に留まりマイナーリーグ契約をする。1994年2月に結婚し8月から1995年4月までメジャーリーグ史上最長のストライキが実施された影響で1995年のメジャーリーグスプリングトレーニングにはオーナー側の命令で 代替選手として参加。そのため、ストヤブリを行った報復措置として、メジャーリーグ選手会への加入を認められなかった。1998年は、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズで121試合に出場。34本類打103打点6盗塁、打率299と結果を残し、9月19日に初のメジャーリーグ昇格を果たした。 同日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー1打数1ン打一三振に終わった2000年7月28日にウィル・コルデロとのトレードでエンリケ・ウィルソンと共にピッツバーグパイレーツへ移籍しかしパイレーツへの移籍直後は好調だったものの8月に入るとスランプに陥りスタメンから外されるようになるラミレスによれば打撃コーチに 座席でのスタンスを変えるよう指示され、それに従ったところ、スランプに陥ったため、コーチにスタンスを元に戻したいと言ったら、次の日からスタメンを外されたという。2000年11月1日、ヤクルトスワローズに入団、背番号は3。ただし、当時ラミレスは、フロリダ州で家と車を購入したばかりでそのローンが残っていたため、当初は、 一年だけ日本で金を稼いで返済したらすぐに戻るつもりだったという。来日一年目の2001年は138試合出場、打率280.29本塁が88打点の高成績をマークし、チームのリーグ優勝と日本一に貢献した。当初の契約では、 5番、右翼手での出場を確約されていたが、キャンプ初日に当時右翼手のレギュラーだった稲葉敦敷の守備を見て、自分は彼には勝てないと感じ、左翼手に転向した。2002年も139試合に出場し、3割近い打率を残した。一方で、リーグ最多の146三振を喫した。2003年は読売ジャイアンツへ移籍した。 ロベルトペタジーニに代わって4番に座り、全140試合に出場、打率、333.40本塁打、124、打点の成績を収めて、打点王、本塁打王、最多安打、ベストナインの、各タイトルを獲得。来日3年目で、初の3割達成となった、2004年8月21日の対、阪神タイガース戦では、トレイホチスから、 ランニング本塁打を放った。この年は故障離脱もあり、ヤクルト時代では最も少ない129試合の出場だったが打率。305、31本塁打、110打点の成績を残した。終盤には代理人の意向もあって遺跡が取り沙汰されたが、本人の希望もあって残留。その際、義理の息子であるアレックス・ラミレース・ジュニアの入団が決め手となった。 2005年は打率3割は逃したが、引き続きチームの4番打者として、チームに貢献した。2006年は26本塁が、112打点を記録するものの、636打席で、支球はわずか19個と選球眼の悪さが露呈し、出塁率、289割をリーグで最低だった。2007年10月4日の対横浜ベイスターズ21回戦において、 外国人選手、右打者としては、史上初のシーズン200本安打を達成、打率も、343、安打数は、最終的に204安打まで達した。また、このシーズンは打率、343、122打点をマークして、100打点、200安打、打率、300以上の100.200300を同時達成しているが、これは、 日本プロ野球史上唯一の記録でメジャーリーグに渡った日本人選手でも2005年の松井秀喜が116打点、192アンダー打率。305を残したのが最接近記録で NPB、NP MLB を通じて100打点以上の経験がない、一郎も到達していない。この記録は確実性と長打力に加えて、 怪我にも強い耐久性を兼ね備えていることの証とも言えるもので、MLB で最も多く記録しているのは2130試合連続出場記録を残したルーゲリークの8回である。シーズン終了後に、球団側との契約交渉が決裂したことで、対談が決まり、11月30日に自由、契約工事、12月29日、読売ジャイアンツへの入団が正式に発表された。 入団会見は、巨人初のビデオレターによるものとなり、会見では、このチームに足りないものを加えに来たとコメントした。巨人遺跡への背景、編集シーズン終了後、球団側から、ラミレス側への残留要請が行われたが、提示された条件は、契約年数1年、推定年俸4億円というラミレス側の希望とは、かけ離れたものであった。 7年在籍した球団に対する彼の希望は、高年報ではなく、契約年数で、ラミレスは、球団側が複数年契約を認めれば、ヤクルトに残留する選択も考えていた。実際、ラミレスは後に、現状維持の2年契約の提示があれば残留していた、と記しているが、最終的に、球団側は、複数年契約を提示しなかったため、ヤクルトを退団することとなった。 自由契約となったラミレスに対し、右の大砲を探していた巨人とオリックス・バファローズが獲得を検討していたが、オリックスはアレックス・カブレラを獲得したため、巨人が獲得した。推定年俸は5億円。背番号は3が長嶋茂雄の永久欠番となっているため、5となった。ラミレスは以前から巨人では外国人選手が大変な思いをしていると、 企画されていたため、巨人は一番に行きたくないチームだったが、巨人がラミレス自身が希望する複数年契約を提示したことに加え、ラミレス自身が原田つのりの指揮に以前から興味を持っていたこともあって、巨人入りを決めたという。巨人時代2008年は開幕から5番打者としてシーズンを迎えたが、開幕から結果を残したことと、4番候補の李昌洋、高橋義信の不審により、 主に4番で起用されるようになった。前年の高打率を維持しながら、長打力も発揮し、45本塁打、125打点で2年連続3度目の打点王を獲得し、チームのリーグ連覇に貢献した。そして2008年のセリーグ最優秀選手に選ばれた。交流戦は、パリーグのチームの主催試合が、指名打者制のため、この試合では主に指名打者として起用された。 中日ドラゴンズとの CS 第2ステージでは、第4戦に8回に、勝ち越しの2ランホン打ダーを放って勝利し、6年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。埼玉西武ライオンズとの日本シリーズでは、第3戦は指名打者で出場し、第4.5戦では、安倍晋之助が負傷して、指名打者で出場したため左翼手として出場した。同シリーズでは、第七戦では、 最後の打者となってしまったが、第一戦の唯一の打点、第二戦のサヨナラ本塁打、第三戦でもソロ本塁打を放ち、第五戦では逆転のきっかけを作る二塁打を放つなど、随所で活躍し、同シリーズ関東賞を受賞した。この年にフリーエージェント資格を取得したため、2009年から外国人枠の適用外となった。2009年は144試合すべてで4番に座り、 前年に続く活躍、3割30本に100打点を達成したほか、打率、322で自身初の首位打者と3度目の最多安打を獲得。チームの3連覇に貢献し、2年連続の最優秀選手に選ばれた。シーズン通しての調子の波も少なく、6月以外の月間打率はすべて3割以上だった。巨人の右打者の首位打者獲得は1971年の 長島修行以来38年ぶりである。日本シリーズで観戦に来た小笠原道博の娘にファウルボールを当ててしまうが、翌日、ごめんなさいと書いた自身のサインボールを小笠原に渡した。同シリーズでは第4戦の7点ビハインド場面で金森高行から打った3点本塁打が、同シリーズで野ラミレスにとって唯一の本塁打だ,だった。チームはこの試合は敗れたが、 第5.6戦と勝利し、巨人での日本一を達成した。2010年4月に、孫の DJ ラック、幸の波が少なかった過去2年と違って、シーズン当初は低打率に苦しんだが、その中でも得点圏においては、勝負強い打撃を見せ、本塁打と打点を量産。夏場に入ると一気に調子を上げて、打率も向上させ、最終的に打率。304.49本塁打。 129打点で、本塁打、打点の二冠王に輝いた。49本塁打は、巨人軍の右打者における1シーズン最多本塁打で、あり、巨人の外国人打者においても、最多本塁打記録である。また2003年から続くシーズン100打点を8年連続と、し、王貞春の7年連続を抜いて、プロ野球新記録を樹立した。しかし、首位打者の青木千親、 シーズン MVP の和田和弘、シーズン打数の日本新記録を上げたマット・マートンの3人に阻まれ、ベスト9には選出されなかった。打撃2冠のタイトルを獲得しながら、ベスト9に選ばれなかったのは1953年の藤村文夫、1960年の藤本克美、1981年のトニー・ソレイタに次いで4人目である。そして、このシーズンで、 自身4度目の年間120打点超えを記録した。2011年5月1日に4番としての連続先発出場記録を416試合として、松井秀喜が持つ415試合を抜き、球団新記録を達成する。しかし7月13日の大半新戦で受けた支給の影響で7月14日に先発から外れ、長野久義が4番で先発出場し、 記録は469試合で途切れた。代打で途中出場したため連続試合出場は続いたが、翌日の試合では途中出場もなかったため、連続試合出場は985試合で止まった。この記録は外国人選手としては歴代最長記録となった。8月5日、3回表に内野安打を放ち、NPB 通算1793安打を記録。 タフィローズの1792アンダ打を超え、歴代外国人選手の通算最多アンダ記録を更新した。シーズン成績は137試合、打率が巨人入団以来初めて3割を切り、打点は連続100打点が8年で止まり、来日以来最低の数字となった。本類打数も来日以来最低の数字となり、打撃3部門で来日以来最低の記録となった。ただし、 本類打数はリーグ2位でチーム内では1位である。これは飛ばないボールに変わったこともあり、セリーグの選手全体の本類打数も減少したため、本類打数に関しては決して不審とは言える数字ではなかったの31本。10月31日のクライマックスシリーズ、ファーストステージ終了をもって正式に対談を表明した。この年から導入された統一級によって、 本塁打が減少したことで大量得点を期待できず、いかに守備で失点を防いでいくかの戦いになったことで、ラミレスの守備難はネックとなった。お世辞にも上手い守備とは言えず、終盤は打順の広角だけでなく、スタメンを外れる試合もあった。ラミレス自身は打撃でチームに貢献したかったが、チームとしては守備面を重視する方針となっていたため、 チームにとって絶対的な存在ではなくなっていた。2011年12月8日、横浜 DNA ベイスターズが獲得を発表し、入団会見を行った。背番号は、ヤクルト時代と同じ3。2012年は、オープン戦での肉離れにより、開幕スタメンコそのガスも、4月4日より、新チームの4番として定着。しばらくは、調子が上がらない時期が続いたが、徐々に調子を上げ、 7月5日、NPB、MLB 通算2000本安打を達成。同14日、外国人選手最高記録となる12年連続2桁本塁打を達成。7月には、DNA 移籍後初、通算9回目の月間 MVP を受賞した。3球団で月間 MVP を受賞するのは、史上初、前年と同じ137試合の出場で、打率 2013年は、トニー・ブランコの入団により5番に回り、4月6日の対、ヤクルト戦で6回をもって、元チームメイトである、石川正則から、左翼席へ、弾丸ライナーで飛び込む、本塁打を放ち外国人選手枠で入団した、選手としては、史上初となる、NPB 通算2000本安打を達成した。しかし、巨人対談の要因となった、 守備難が顕著になってきたことに加え、特に2000本安打を達成してからは、打撃面でも精裁を欠いたことから、4月25日の退巨人戦を最後にスタメンを打ち、その後は代打や交流戦での指名打者として出場。結局、来日1年目から12年連続で続けてきた、シーズン100試合出場、規定打席到達、シーズン100安打。 シーズン二桁本塁打のすべてが途切れた。9月27日、戦力外通告を受けていたことが判明。10月2日、球団側が14年シーズンは契約しないことを正式に発表した。この年は来日5歳定の出場試合数56、打率、185、日本塁打、14打点に終わった。群馬ダイヤモンドペガサス時代横浜 DNB から、 戦力外通告を受けた後は、雇用都市開発の社長に就任する一方で、NPB の他球団で現役生活を続けることを希望。鉱物の炭酸飲料を断つなど、例年以上に節制と、自主トレーニングに努めることで、他球団からのオファーに備えていた。2014年2月13日に、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスが、 ラミレスを打撃コーチ兼人の外野手として入団させることを発表した背番号はヤクルト DNA 時代と同じ3。なお、打撃コーチ量を含めた推定年俸は巨人時代の最高額の100分の1に相当する500万円。また、ラミレスに NPB 復帰への意向が強いことから群馬との契約にはシーズン途中に NPB の球団から獲得を打診された場合には 契約を解除できるという旨の付帯条項が添えられた。入団した群馬では、4番、指名打者として5番カラバイオとの協力クリーンナップを形成。4月にまたも西部が獲得を検討していると報道されたものの、契約は見送られた。6月23日に球団がラミレスの緊急帰国を発表。帰国に至った経緯として、家族の病気療養に付き添うためとしている。その後、 チームに再合流して7月11日の試合より一度復帰するも同様の理由のため9月4日に球団が2回目の緊急帰国を発表した。2度目の帰国後は復帰することなくシーズンを終えた。シーズン通算では45試合の出場で打率305、7本類打、38打点。10月14日に球団を通じて現役引退を表明した。 群馬シニアディレクターオリックス巡回アドバイザー時代、編集2014年10月29日から、群馬のシニアディレクターに就任した。就任後の11月9日に、第1回トライアウトを視察して、年内限りと DNA から戦力外通告を受けていた。元チームメイトの伊藤拓郎を群馬に入団させるなど、編成面で手腕を発揮していた。2015年6月22日から、 オリックスバファローズと3ヶ月間の契約を結び、同球団の巡回アドバイザーを兼務した。群馬で指導していたフランシスコ・カラバイオとヨヘルミン・チャベースが相次いでオリックスへ移籍したことによる就任で、外国人選手のサポートを中心に月に数回のペースで1.2軍を指導していた。オリックスは2015年10月5日にラミレスと巡回アドバイザー契約を延長しないことを発表した。 球団本部長の瀬戸山隆三は契約期間の満了を機に別のポストへの就任をラミレスへ打診したところ就任の事態と対談の申し出があったとしている DNA 監督時代編集2015年10月19日に DNA 球団がラミレスの一軍監督就任を発表した同球団の監督に外国人が就任するのは 全身の横浜対応ホエールズと横浜ベイスターズ時代を含めても初めて、現役時代に横浜 DNA ベイスターズ及び全身球団に在籍していた人物が同球団の監督に就任するのは2004年に退任した山下大輔以来で DNA 球団の OB として監督に就任するのは球団史上初となる。現役時から 日本のプロ野球で監督をやってみたいと願っており、就任当時12球団で唯一、CS 出場実績がなかったことから80勝への願いを込めて、背番号は80とし、来期優勝するために必要な数字と語った。2016年シーズンは5月3日時点で、借金11と低迷するが、そこから15勝4敗1分の驚異的な巻き返しで5月28日に、 借金を完済し、シーズン3位で球団初のクライマックスシリーズへ進出した。ファーストステージで2位の巨人に2勝1敗で勝利して、クライマックスシリーズファイナルステージに進出したが、シーズン1位の広島に1勝4敗で敗れて、日本シリーズ進出はならなかった。2017年10月24日、松田スタジアムにて2017年シーズンも3位で、リーグ戦を終え、 クライマックスシリーズへ進出。また、球団として16年ぶりの2年連続 A クラスとなった。3位が確定したのは10月1日の広島戦で、この日に1年契約で2018年シーズンの続投が決まった。クライマックスシリーズでは、ファーストステージで2位の阪神に2勝1敗で勝利し、クライマックスシリーズファイナルステージへ進出。 シーズン1位の広島に4勝2敗で勝利し、球団として19年ぶりの日本シリーズ進出を果たした。これにより、2010年代でセリーグは21世紀になってから日本シリーズに一度も出場したことがない球団が亡くなった。日本シリーズではソフトバンクと戦い2勝4敗に終わった。2018年シーズンは先発投手陣の不調など誤算もあり、 優勝争いから早々と脱落し、クライマックスシリーズ争いにも敗れ4位に終わり、就任3年目で初めて A クラスを逃した。苦戦のシーズンであったが、得失点マイナス70で4位を堅持しており、ラミレス監督の手腕を評価する声が上がった。同じシーズンから、監督就任した巨人の監督、高橋義信、阪神の監督、金本智明は、 成績不振で3年目で辞任したが、ラミレスは4年目も続投が決まった。2019年は開幕カードを、監督就任後初めて2勝1敗で勝ち越したものの、4月16日の中日戦から28日の巨人戦まで2015年以来となる10連敗、5月3日の阪神戦から8日の巨人戦まで5連敗を喫するなど春先に大きくつまずいた。しかし、 毎年鬼門と言われる聖波交流戦を監督就任後初めて10勝7敗1分と勝ち越すなど持ち直し前半戦を首位巨人と9.5ゲーム差の2位で終える後半戦に入ってからも7月19日の中日戦から引き分け1を挟んで7連勝するなど好調を維持8月2日からの首位巨人との直接対決に3連勝し 最大10 5あったゲーム差を0.5にまで縮めた。最後まで優勝争いに絡んだものの、9月21日の直接対決で巨人に敗れたことで優勝を逃す。9月24日の中日戦に勝利し、シーズン2位を確定させ、2年ぶりの A クラスクライマックスシリーズ進出が決まった。2位以上につけるのは最後に優勝した1998年以来で、 2位自体は1997年以来22年ぶりだった。また球団史上初めてクライマックスシリーズを本拠地で開催することとなった。そのクライマックスシリーズでは3位の阪神と対戦したが、第1戦に6点差を逆転され敗れるな独占を強いられ、第2戦こそ、音坂里氏のサヨナラに来本類打で勝利したものの、第3戦では打線が湿ってしまい1点しか奪えず、 一勝二敗で敗退した。DNA がファーストステージで敗退するのは初めてである。しかしナンバともコーナーから優勝はできなかったけども、ここまで持ってくれたことは評価をしたいと実績を評価され、翌年の2020年も続投が決まった。脱席に立つラミレス現役時代は故障が少なく長期離脱したことがほとんどなかった。2004年8月8日以降、 2011年7月15日に欠場するまで全試合に出場。日本の外国人枠選手の連続出場試合記録、日本人選手を含めても歴代8位の記録を保持している。首位打者を1度、本塁打王2度、打点王を4度、さらに最多安打を3度獲得するなど打撃に優れている。早打ちの傾向があり、2007年の初級打ちの打率は5割を、 超えたが、それゆえに支給が非常に少ない。2012年に至っては、シーズンの約3分の1を消化した6月14日の、試合の183打席目でようやくシーズン初、支給を記録するというありさまだった。ヤクルト時代は、三振が多く、7年連続100三振以上を記録していた。しかし巨人移籍後は、出場試合が多いながらも全てのシーズンで100を、 下回るようになった。来日当初は典型的なプルヒッターだったが、近年はボールを手元まで呼び込んで外角球をさばくことができるようになった。追い込まれると、右方向に流し打つ柔軟さも兼ね備える。球種的な弱点も少なく、巨人遺跡以降2010年までの通算得点圏、打率。347とチャンスに強いほか、同じく通算対左打率。 337と、左投手にも強い。また、迷宮会入りした打者で唯一ギダを一度も、記録していない。主に左翼を守る機会が多かったが、守備範囲は、非常に狭く、2010年には得点換算で、両、リーグワーストであった。巨人時代の2009年シーズンオフに、監督の原辰則から一塁への挑戦を、来日前のメジャーリーグ時代は一塁手で一試合、 新人だった、ルーキーリーグ時代は、遊撃手で64試合に出場した。走塁面は木とも含めて、盗塁数が少なく、ベースランニングで手を抜くことが多いが、右打者ながら一塁等達つ4.2秒台前半を記録するなど走力は劣らない。200安打を達成した2007年は、内野安打22本を記録し、200本目は三塁への内野安打であった。 DNA 監督としての就任会見、及び DNA 監督としてのインタビュー記事において、自身の監督官、あるいは自身が目指すチーム作りにおいて、下記のことを述べている。試合終了後の監督会見、選手に対する日々のミーティング、各種メディアにおけるインタビューにおいて、下記のことを折に触れて述べている。また、下記のように、 中長期的な視点を意識したコメントもしばしば発信している。チームの一体感を生み出す雰囲気づくりを重要視すること、基本的なことを大切にする重要性、前向きなメッセージを常に発信し続けることを通してやる気にさせてくれた。それがあってこそ選手全員が自信を持ってできたと思うという効果をもたらし、監督就任1年目の2016年 DNA を 球団史上初のクライマックスシリーズ進出に導いた。この年の DNA は選手の年俸総額が12球団で最下位であった。最下位はデータに基づく緻密な分析野球の傾向が強いが、情に厚い面もある。DNA の功労者である三浦大介は引退試合で先発起用して7回途中まで登板させ、2016年シーズンの山崎康明、梶谷隆行、 オセロペスなど主力と位置づけているが不調に苦しむ選手は復調を信じて辛抱強く起用し続けてスランプは誰しもがある大きなスランプの後には大きな波が来る自分の現役時代の経験でもそうだったと述べている自身の現役時代の経験から外国人選手のメンタルケアは監督の大きな仕事と考えておりここ日本では全てやり方が違う メンタルも全くも違う。野球は野球で同じだけど、全く違うやり方なんだ。僕らは日本の野球に合わせなければならない。そんな中で大事なのは、そういうことをきっちり伝えるコミュニケーションだね。新しく入ってきた選手とは必ず、日本での違いについて話をするようにしていると述べている。自身の関わりにとらわれない柔軟性もあり。 就任当初は梶谷を2番打者として起用することをチームの基軸の一つとしていたがチーム状況や梶谷自身の状態に応じて起用法を変化させ2016年シーズンはレギュラーシーズンで梶谷の2番打者起用は8試合であったこの年の梶谷は107試合に出場して最多は3番としての47試合でポストシーズンは 出場7試合中5試合で2番打者として起用された。しかし、就任以来初めて A クラスを逃した2018年シーズン終了後、コーチ陣との意思疎通をしないで、独断で選手起用や作戦指示をしていたことを明かし、コーチ陣に対して異例の謝罪をした。また、二千十六年の就任以来、三年連続で十二球団最多を記録した。また、 新国敬遠導入年度の2018年には56敬遠を記録した。愛称はラミちゃん、ザウの名は仕方がない。ベネズエラ出身で母語はスペイン語だが、マスコミ向けのインタビューには通訳を通して英語で答えている。スペイン語は熱気星たちよの2020年バージョンで披露している。日本語はメディアの前で披露することは少ないが、 選手とのコミュニケーションは可能で T 岡田が今まで考えていなかったことに気づかせてくれた。日本語も上手だしわかりやすいと評している。また監督就任時の挨拶でフィールド上では日本語を使いたいと思っています。皆さんが思っているよりも日本語が話せますので、もしフィールド上で私が笑顔で話して選手が笑顔で返していたらコミュニケーションができるということなので、 戦略や細かいことなどは通訳を通していきたいと思います。と語っていた。ヤクルト時代はヒゲがトレードマークだった。巨人では原則ヒゲが禁止なため移籍した際に剃り落とした。ヒゲを剃ることになれたのか、横浜 DNA に移籍後に再びヒゲを生やすようなことはなかったが、監督就任後、2020年シーズンより再び髭を生やすようになっている。 試合を支配する要素の70%はメンタリティ、残り30%がフィジカルとの考え方を持っている。またメンタリティの強化のためには相手を研究し準備することが不可欠であると考えており、そのためシーズン中は試合前に過去の試合の DVD を、試合後にはその日の自分の打席の DVD を見ることを日課にしていた。過去の DVD を見る際は主に得点圏に、 ランナーがいる時のバッテリーの配球に主眼を置くとのことで特に日本に来てからは保守が配球の主導権を握る日本野球のスタイルに合わせ保守を中心に研究するようになったとのことであるそのような自らの意識から日本の選手はフィジカル面ばかりでなくもう少しメンタリティに重きを置いてもいいのではないかとも感じているという2010年代以降は球団を問わず 後輩選手にアドバイスしている。特にウラディミール・バレンティン、長野久吉、石川優洋らと頻繁に情報交換を行っている。2013年2月に東京、西麻布にプエルトリコ料理のレストラン、ラミちゃんカフェを開店した。実際の店舗運営は妻に任せるものの、本人も時折店を訪れ来店客に挨拶したりしていたが、 店名変更などを経て2014年9月に閉店した口癖はまた明日頑張ります。2000本安打達成後の記者会見ではジャイアンツ時代からの通訳担当者をねぎらうコメントもしている巨人対談の要因としては守備なんだったが打撃成績は悪くなかった。巨人対談年となる2011年は前述のように3割30本100打点を逃し主力打者として 物足りない数字ではあるものの、特別不信というほどの数字ではなかった。日本の他球団から巨人に移籍してきた選手の中で、年単位の不信はなく、巨人対断念の数字も、特別悪い数字を残さなかった数少ない選手であった。尊敬する人物として、若松務、原達則、古田敦也を挙げている。また、ベネズエラ時代の選手、指導者を通しての野球人生において、 ポジティブに生きる、リスペクトをザウの命としているが、これはガルシアの教えが元になっているという。プライベートでは14歳年上の女性と来日前に結婚し、来日後は巨人時代の2009年にベストファーザーイエローリボン賞の一人に選出されるなど、家族を大切にすることで知られていた。現役引退後の2014年5月から家族と別居して11月に夫人が、 その事実を Facebook で公表した双方の協議を経て2015年3月に離婚が成立した同年4月23日に7歳年下の日本人女性と再婚2016年初頭に再婚女性との間に誕生した息子がダウン症であることを公表2018年には知的障害を持つ若者に寄付される LINE スタンプを発売するなど社会活動に力を入れており 2019年にはその息子がスペシャルビューティージャパン親善大使に就任している。2018年1月22日に日本国籍取得のため許可申請、書類不備があり許可に時間がかかっていたが2019年1月23日日本国籍を取得した。2005年から2007年に東京ヤクルトスワローズ。2008年にイルリーグ。 コーチファイティングドックスに所属したアレックス・ラミレス・ジュニアは義理の息子。2015年から BC リーグ群馬ダイヤモンド・ペガサスに所属しているラミレス・ヨンデルは老い、現役時代本塁打を打った際やヒーローインタビューの際にパフォーマンスを行うことで知られた。芸人の芸を取り入れたパフォーマンスが人気だった。他の選手が HR を打った際は、 互いに肘を曲げ合いスタンド方向を指さすなど独特のハイタッチで応じることが多かった。本類打ではベンチ前でチームメイトとハイタッチを交わした後、ベンチ脇のテレビカメラ前でコミカルなアクションを披露する。特にホームゲームでは球団マスコットとコンビでアクションを行うほか、本類打や敵自打でチームに貢献した場合、直後に守備につく際にもファンの声援に応え、 パフォーマンスを交えてお辞儀や敬礼で感謝の意を伝えている。パフォーマンスには毎年モデルチェンジが加えられ、シーズン前にファンからパフォーマンス内容を募集していたこともある。またヒーローインタビューなどの際にパフォーマンスを行う際、開始前に1、2、3と日本語によるカウントアップを行うことがある。2011年3月11日に 東日本大震災が発生した後のシーズンは、中継のカメラなどを通して、We Are One 頑張れ、日本、と手話を交えながら、エールを送る姿が報道され好評を博した。ラミレスによれば、もともとはキャンプ中にロッカールームで、選手数人が互いにンをやって遊んでいたのを目撃した際に、同僚だった渡来博文から、お前もやってみろと言われて、 その日の練習中に数人の子供の前でやってみたところ大変好評だったのがきっかけだというメジャーリーグでは選手が試合中にパフォーマンスを行うことは相手を挑発しているように受け取られるため通訳などに相談したところ日本では問題ないと言われたので積極的にパフォーマンスを行うようになったとのことその後もパフォーマンスを続けている理由としては野球のことをよく知らない 小さな子供が、アイイン・ゲッツとして、自分のことを覚えてくれるのが嬉しいことを挙げている。ラミレスのパフォーマンスが定着したために、ダンディ、坂野のように元ネタの演者の方が、ラミレスの真似と思われる、逆転現象も起きた。監督就任後は、立場を考えパフォーマンスは封印している。MLB、NP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 B 説明の、記録。 NPB その他の記録ポストシーズン、ありがとうございます。